毎度、岩本です。まあ、前回ね、良き先輩、悪い先輩、いろいろあると、はい、で僕はもう本当、良き先輩に恵まれて、もう一軍でどないかと思った時に、この先輩の一言で頑張れたっていうのがあるんですよ。あれはね、1995年の春、覚えてるな、上田俊治監督が新監督になられて、はい、僕はもう5年間2軍でくすぶってたんですけど、その6年目のこの新しい監督の時に、ここでブレイクしないと野球選手として本当に飯が食える野球選手になれるかっていうのをもうすごく岐路に立たされてる。でそこで本当に可愛がっていただいてた広島から移籍されてきた金石明人さん、後に僕は師匠と呼ばせてもらうんですけど、その方がよく僕に目をかけていただいて、野球選手のピッチャーの時間の過ごし方、食事の取り方、お酒の飲み方、お酒を飲む人との付き合い方とかありますよね、はい、で各遠征先でびっくりするぐらい知り合いの方おられるんですよ。もう人脈の広い方だなと。で僕は金魚の糞みたいにそこついていって、はい、岩本です、後輩の岩本ですって挨拶させてもらうと、ああガンちゃん君いい男だねなんて言っていただいて、金石さんのおかげでね、でそうやって交流も僕も同じように持たせてもらうようになり、でキャンプ、その前に94年も何やかんやでよく声かけてもらって、食事とかごちそうになってたんですね。で95年はオープン戦ずっと一軍についてたんですけど、まあキャンプオープン戦、その時間の間にもう試合が終わるたびに、お前どうせ暇だろう、飯付き合えって、どの遠征先でもここのこういうのが美味しい、でこんな知り合いの人がおる、お前も一発になったらちゃんとこういうお付き合いしていくんだぞ、でそうやって自分の人脈を広げるんだぞっていうのを教えてもらいました。僕ね、2軍落ちたんですよ。オープン戦中にカンカンと打たれて、僕も寮生活を終えて一人暮らしを始めてて、電話がかかってきたんですよ。お前どこにおるんじゃ、あもう今日練習終わりました、家にいます。で僕はね、金石さんに、先輩今どちらにおられますかって言うと、六本木じゃと、はい、で僕は家にいたんで、僕はすぐ支度してそちらへ向かいますって言ったら、電話の向こうでバカもんと、お前何考えとるんだと、お前いい酒飲みたかったら早く一軍上がってこい、ブチって切られて、びっくりして、そんなん言う人じゃなかったんですよ、声を荒げる人じゃなかったんですよ。でもうバカーンから入って、お前なんちゅうこと言うてんねんと、いい酒飲みたいんだったら一軍にすぐ上がってこい、一軍上がってきたらいくらでもお前いい酒飲ましちゃえばいいもん食わしてやるわーって、バチッって電話切られて、僕まあまあショックなぐらい怒られたんですよ。へえ、はい、ほんで一生懸命二軍で投げて投げて調子上がってきた時に、また一軍上がるって連絡が来て、上がりました。で金井さん、先日は連絡ありがとうございました。おお上がってきたか、お前ちょっと時間かかりすぎじゃの、もうバリバリのクローザーの方でしたから、あ時間かかりすぎじゃのって言って、その日は野球終わったんですね。で試合も終わったんですよ。ご飯いくらでも連れてったらないっていう言葉を忘れてたんですけど、パッと僕の顔見て、おお前どうせ暇じゃろ、ついてこい、そういうことで試合終わってからまた食事連れて行ってもらったんです、はい、そこでお前よう上がってきたと、約束通り今日自分の好きなもん食って自分の好きな酒飲めと、その代わり明日球場行ったら今日飲んだ食った誰もが分からないぐらい元気で誰よりも声出して頑張れと、そこまで言っていただいて、いただきますってめちゃめちゃ食ったの覚えて、でお酒もそんなガバ飲みはしないんですけど、美味しくいただいてカラオケも歌わせてもらって、でいい時間過ごさせてもらい、次の日球場出て行って深酒もしてなければ暴飲暴食なんてみじんも感じさせないぐらいの、実際そこまでしなかったんですけどね、元気いっぱいで動きました。それでええんじゃと、でそういう好循環を作るのが、お前は今度後輩にこういうこと教えてやるよ、いい先輩でしょ、そら師匠と呼ばさせていただきますよ。その師匠が紹介していただいた横のつながりの方とは僕未だにお付き合いもさせてもらってるし、はい、おかげで今東京でも仕事できている、まあ、北海道でも大阪でも、まあ、いろんなところで知り合いがいない場所がないぐらい人脈を持たせてもらったのは、人脈をすごく持たれている金石明人さんのおかげなんですよね。バリバリ頑張られてて、その後ちょっと怪我とかされてね、成績がちょっと出なくなった時にジャイアンツに移籍した、いろんな人をねと紹介してもらった。ただね、岩本さん、人脈を作るって、多分世の中の人、みんな多分作りたいと思うんですよ。うんうん、今、社会人の方もそうですし、まだ大学生の方も、高校生も、みんなその人脈って、言葉を一回は耳にしてると思うんですけど、人脈を作るって簡単じゃないですか。そこに何か秘訣みたいなのがあるんですか？それね、すごく感じたことあって、金石先輩の師匠の行動や、その人に対する言動とかを観察したことがあった。一つ特徴があって、はい、まず
義理がたい。義理がたい。なのでその土地に行った時には連絡を入れる。でお仕事がされてる方が忙しかったらまた次の機会にお会いしましょうとか、ちゃんと疎遠にならないように自ら連絡を入れられる方ですね。それと一番はお金の使い方で、目上の方にはちゃんと敬語も使われるし、で食事ごちそうになるときはなるんですけど、基本フィフティフィフティでお付き合いされるんですよ。フィフティフィフティなので、 A のお店ごちそうになったら B のお店は金石さんがお金出されて、ずっとごちそうされっぱなしっていうのがないですね。僕ら後輩は金石さんと一緒に行った時にもごちそうされっぱなしです。これはもう縦のつながりで僕はごちそうになりました。で後輩にちゃんとその分使ってやれって教えてもらいました。でも横のつながりといった意味では、金石さんはちゃんとリスペクトされる方と付き合ってても、まあ、金銭面の食事飲食、まあ、飲食はフィフティフィフティですね。それがどんなスパイラルを起こすのか見てると、お互い声かけやすくなるような、割り勘とまではいかなくても、ああここは僕持っときます、ああここはじゃあこうしときましょうかっていうバランスを自然と取られるんですよ。だからお互い声かけやすくなるのかな。そのあたりはうわうまく付き合いされるなぁ。金井先輩の年上の方でも金井さんに強い口調で喋ってる人も見たことない。金井さんより等ぐらい上の人でも、はいはい、ああ金井さん元気、金井さんっていうぐらい付き合いの横の広げ方が抜群にうまく、そこでこう目線の変化をつける人じゃないんですよ。フラットですね。だから飲食業されてても来られる方多いわ。やっぱりで結構年配の方がよく来られる。同世代から若い人来いよみたいな形でね、先輩元気ですか来るんじゃなく、年配の方多いですね。だからそれで、あ、付き合いとはこういうことかと、肩を並べるとかじゃなくてフラットに自然とそうすることができる人でしたね。勉強になりましたよ。僕もそれは意識しますが、どこまでその僕は横の付き合いがうまくできてるかどうか分かりません。これは僕とお付き合いされてる方が判断してください。最近ではもうゴルフ場で非常にモテる岩本がいます。なんかよく分かんないけどね、みんなよく僕を誘ってくれるんですよ。モテ寄ってくる、これまたややこしい話。男から人気がよく、うん、人気あるよくさ、まさか、いやいや前で起きね